全員ネクラというね、ネクラのメンバーで結成されております。よろしくお願いします。話は変わって、皆さんイケメンというものをご存知でしょうか？何が悪いのさ、かっこいいの基準
少々お待ちください。よし、はい、はい、どうも、いや、パセリでございます。名前覚えていただけたでしょうか。はい、はい、です。イエーイ。そんなパセリから2つほど告知があります。ちょっと待ってね。パセリ、無料でも今日持ってきました。なんかさっきやったタイムマシンっていう俺がすごい声裏返した曲です。多分レコーディングの時も裏返してます。そんな可愛いお茶目な一面も見てね。じゃあ外に置いてありますので、よかったら持ってってください。あと、なんだ、そう、ツイッターやってます。ツイッターやめたいとかいう曲で、あの青い鳥殺したいとか言いながらツイッター始めました。どうぞよろしくお願いします。お願いします。でさらに、あ、3つありました、ごめんなさいって。来週の土曜日かな、土曜日、ね、24日北陸大学ってところで、野外でフェス的なものがあります。メロンパーティーってやつです。なんか演者が屋台を出してお祭り的なこともしちゃうそうなので、よかったらおいでください。あ、楽しそう。そしてでもお高いんでしょ。だってもうお高いんでしょ。なんと無料でございます。イエーイ。理由はないですよね。はい、なんか十何組も見れちゃうのに、ただ、さらにお祭り、ヤッホー、優しい、最高。というわけで皆さん来週も会おうね。ね。以上、告知でございました。